皆さんこんにちは、今日のお客様は品川 CC 横浜の渡辺大吾です。この度リスタンダード株式会社のブランディングアンバサダーに就任させていただくことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。去年の蒲田マーレの最終選考行ってるんですよ。本当ですか？取材にこれね。はい、いますよ。そうですね京都戦なんで、はい、これね、京都戦、はい、なので、今日大吾さんにお会いするということで、はい、まあ、ちょっとプロフィール見てて、あ、去年まで蒲田までだったんだって思い出して、はいはい、写真を引っ張り出して、はい、ああ、いるいるいるみたいな感じで覚えてることは、この試合っていうよりもですね、うん、その何試合か前に、うん、ホームで、対町田戦だったんですけど、はいはいはい、その試合でもう絶対に勝ち点3が必要だったんですけど、うんうん、結果的に1-1のドローで終わってしまって、その時にほぼほぼ残留が、厳しくなったんですね、うん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 、それがシーズン終盤は一番記憶に残ってると言いますか、まあ勝つことだけを考えて、うんうんうん、であと個人的には、うん、長崎から両親が応援に、まあ、親と親戚のためにも、うんうん、勝つ試合を見せたいなっていうふうに、ね、はい、うん、思いながら試合に臨んだ記憶がありますけど、うんうん、まあ、ちょっと残酷な話になるんですけども、はい、結果としてこれがその J リーガーとしての最後の公式戦になってしまったわけですが、はい、この時は全くそんなことは思ってもいなかった？いや、全く思ってなかったと思うんですけど、うん、よくよくこう自分の思いとか感情をこう振り返った時に、うん、なんか一瞬だけ、うん、まあ、僕最初高校卒業して京都に入学したんですけど、はいはいはい、まあ、この年の最終戦が京都っていうことで、なんかこうちょっと変な感情になってしまって、もしかしたら、うん、まあ、これ最後の試合になるんじゃないかなって一瞬だけ、まあ、降格して監督を胴上げするってこうすごい変な光景なんですけど、うんうん、まあ、9年間蒲田前さん期の監督を、ね、はい、北野さんがやって、うんうん、まあ、お疲れ様でしたっていうその意味も込めて、うん、まあ、サポーターの人もこう喜んでたわけではないと思いますけど、うん、まあ、北野さんありがとうっていう風な声もすごい聞こえてましたし、まあ、どちらかというとネガティブな言葉よりもポジティブな言葉の方がスタンドからも多かったような気がするので、うん、いや、僕はもう韓国で讃岐に入る前半年間過ごしたんですけど、ね、うん、もう夏に日本に帰りますっていう風に、うん、まあ、当時のエージェントの方にお伝えして、うん、もし日本でチームがなければ、うん、まあ、そのまま韓国に残ってたかもしれないですけど、あ、うん、まあ、可能性としては多分低くて、うん、まあ、そのままもしかしたら引退してたかもしれないですし、うん、まあ、やっぱりもう一度 J リーグでプレーしたいっていう思いはすごくあったので、うん、まあ、その思いをこう叶えてもらったので、うんうんうん、まあ、すごく感謝してますね、うんうん、はい、リーグ戦が終わって3、4日後ぐらいだったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、チームの契約更新の話が選手それぞれあったので、うん、まあ、その時に、はい、まあ、やっぱり一選手として、うん、こう、まあ、来季戦力として見なされてないっていう部分は、うん、まあ、すごいショックですし、うん、まあ、ただ、その時自分もまだまだ現役続けたいっていう思いがあったので、うんうんうん、まあ、トライアウトを受けるっていうふうに決めて、うんうん、まあ、それに向けて残りの何週間か、うん、トレーニングしていこうっていうふうに思いましたね、うん、はい、去年って初日雨そうです。でしたよね。はい、はい、はい。結構寒いお店の中でカメラ構えたんですけど。めちゃくちゃ寒かったです。初日来ました。僕初日の午前中だったんです。はいはい、あ、うん、震えながらカメラ撮ってました。はい、寒かったですもんね。すごかったですよね、あれは。個人的には、まあ、早くそのトライアウトをこう
やって、うん、解放されたいじゃないですけど、こう、はい、まあ、そのシーズンやってきて、うん、こう一度こう気持ちを落ち着かせたいっていう思いもあったので、うん、でまあ午前中の、まあセットが終わって、はい、でまあご飯食べて、シャワー浴びてご飯食べて、でその後まあいわゆるクラブ関係者とか、はい、エージェントの人とかが、まあ、声をかけてくる、はい、と思うんですけども、はい、その時はどんな感じでした？その時はですね、これ言っていいのか分かんないですけど、うん、警視庁のサッカー部というんですかね、うん、警視庁ですね、東京の、はい、ですよね、あの、はい、声はかけてくれました。すごい。だから警視庁結構強かったと思いますよ。あで東京都リーグ南部がちょっと後で調べますけど、はい、うん、かなりマジにやってますよサッカー。そうなんですね、うん、でも当時やっぱりその時は自分まだプロでやりたい思いがあったので、そうですよね、お話はいただいたんですけれども、まあ、その場でお断りすることはなかったですけど、ね、うん、はい、っていうか警視庁もトライアウト来てるっていうのはちょっとびっくり、まあ、そうですね、びっくりしましたね。その場合って警察官にならないといけないんですかね。なんかそういう風な、はい、話の内容だったような気がしますけれども、うん、で後日、うん、J3 のクラブからは、うんうん、まあ、オファーがあったんですけど、うんうんうん、まあ、その時はあのもっと上のカテゴリーでやりたい気持ちがあったので、うん、お断りさせてもらいました。ご自分の中では例えばせめて J2 とかそんな感じですか？はい、まあ、せめてっていう言い方はちょっとあれですけど、うん、まあ、J2 以上で、うん、J1、J2 でやりたいっていう思いがあったので、うん、あ、そうですよね、はい、あの発表したタイミングはその日だったんですけど、うん、もうその1ヶ月前ぐらいですかね、はい、には、一応自分の中でもう引退しますっていうのは決めて、うん、でこうお世話になった方とか、うん、身近な方には一応伝えてはありましたね、うん、はい。あとはコメントを出すのに、うん、なかなかこうやっぱり文にはまとまらなくて、あ、そうですよね、まあ、ずっとこう考えて考えて、うん、ようやくできたタイミングがそれぐらいの時だったんで、いやー覚えてないですね。覚えてない。はい、うん、なんて言ってたかな。夢ももしかしたら覚悟してたかもしれないですね。うん、トライアウト受けて、まあ、なかなか、年末までにオファーがなかったり、うん、年明けてオファーなかったりしてたんで、うんうん、で、引退セレモニーは行いませんってこれ最後書かれていたんですけど、はい、これご自身の？そうですね、うん、はい、それは僕が希望したんですけど、うん、まあ、開幕戦の日で試合前、うん、にやりますかっていうのを、うん、あのクラブから言っていただいたんですけど、試合前にこうちょっと引退セレモニーで旬となるのが申し訳ないなっていうふうに思ったので、あ、うん、まあ、それだったら自分の足で、まあ、現地に足を運んで、うん、まあ、サポーターの方々に、うん、まあ、みんなに挨拶できるかは分からなかったですけど、うん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 、まあ、一人一人と挨拶して、うん、まあ、報告と感謝を伝えられればなと思って、うん、結構みんな感激してませんでした？そうですね、わざわざ来てくれてありがとうっていう部分と、うん、まあ、まさか多分自分が来てるっていうふうには、うん、サポーターファンの皆さん、うん、あの思ってなかったと思うんで、うん、まあ、すごい喜んでもらって、うん、まあ、僕自身も嬉しかったですね、うん、その後は、まあ、自分がこれからセカンドキャリアで何をやっていこうかっていう、いろんな人に相談しながら、どういうふうなのがいいんじゃないかとか、うん、まあ、サッカー関係がいいのかとか、うん、まあ、違う仕事の方がいいんじゃないかとか、うん、なんかいろんな方に応援して、うんうんうん、いろんな話を聞いて、うん、まあ、自分の思いを伝えてっていう、こう模索といいますか、うん、はい、これからどういう方向に進んでいきたいのかっていう部分に時間をずっと費やしている。今働きながらプレーしているわけですけども、はい、今のお仕事というのは、はい、メインの仕事は、メインは、
エージェントの仲介人の仕事が、うん、はい、うん、メインですね、はい、選手の選手なんですね、うんうんうん、それはいつからですか。それは5月のゴールデンウィーク明けくらいから、うんうんはい、スタートしたんですけど、うんうん、まあ、サッカー関係で行くか、うん、まあ、別の仕事で行くかってこう悩んでた時期がありまして、はいはい、まあ、やっぱりこれまでのキャリアだったり、うん、あとはその今までサッカーしかやってきてこなかったので、うん、まあ、そういう部分を踏まえてサッカー関係で行こうってなった時に、うん、まあ、指導者っていう選択肢も中にあったと思うんですけど、うん、まあ、自分としましては、うん、まあ、選手のエージェントをやりたいってっていうそちらの方に興味があったんで、うん、まあ、それがきっかけですね、うん、はい、プレイヤーとしても復帰します、はい、これ神奈川県リーグ一部ですよね、はい、品川 CC 横浜、はい、これのきっかけは何だったんですか。きっかけは、まあ、弟の紹介といいますか、うん、渡辺美月さん、はいはい、のつながりで、うん、品川 CC の GM の吉田さんとお会いさせてもらって、うんうん、でそれでクラブの理念をいろいろお話しいただいて、うん、まあ、平日は、まあ、ビジネスマンとして、うん、週末はサッカー選手として、うん、一緒にやらないかっていうのを言われて、はい、で、まあ、一度引退した身ですし、うんうんうん、まあ、選手をもう一度元気復帰するっていうのはどうなのかなっていう自分で思ってたんですけど、うん、でもサッカーで、まあ、味わった感覚といいますか、うんうんうん、まあ、それをもう一度こうチームのために自分の経験を生かせるんであれば還元したいなっていうふうに思った部分と、うんうん、あとはやっぱりそのセカンドキャリア、ビジネスマンとして、うん、そこでも一生懸命やるっていう、こう二足のわらじじゃないですけど、うん、まあ、それをこう自分の中でチャレンジしてみたいなっていう思いが、うん、まあ、もう一度芽生えたので、まあ、せっかくですし、うん、チャレンジしようと思いまして、うん、はい、それで決断しました。うん。